イヤマが考案したカクテル・雪国・イヤマ・一は日本のバーテンダー。世界的に知られるカクテル・雪国の考案者として知られる。2018年にはカクテル・雪国の誕生秘話とイヤマの反省を描いたドキュメンタリー映画・雪国が制作された。2020年にはバーテンダーとして現代の名工を受賞している。1926年。 山形県坂田市に生まれる。山形県立坂田商業学校を卒業後、神奈川県横浜市の東京芝浦電気軍事工場で働く。招集令状が届いたのは終戦の2日後であり、従軍はしていない。戦後は、おじが経営するダンスホールでプロダンサーとして指導を行う。そこの生徒であった女性と結婚し、仙台市へ移住し、 バーテンダー見習い募集の張り紙を見て、これに応募し採用される。その後、福島の駅前にあるキャバレーで、マネージャー兼バーテンダーとして働いた後、1955年に、坂田市に戻り、バー、ケルンを開業し、以後、2021年に没するまでバーテンダーを務めた。1958年には創作カクテル、雪国が、ことぶきや主催の創作カクテルコンテストである。 第3回ノーメル賞でグランプリを獲得する。1976年の坂田大会後の影響でケルンを移転する。2018年には渡辺里監督でカクテル、雪国の誕生日はと井山の反省を描いたドキュメンタリー映画、雪国が制作され、同年11月に山形県内で、翌2019年には東京都内で上映された。 2021年2月に、腰部の圧迫骨折で入院し、5月10日に、老衰のため死去。95歳没。打つ。葬儀では、遺族によって、黒のベースト、蝶ネクタイのバーテンダーの衣装も棺に収められた。その日は5月13日、カクテルの日であったという、ありがとうございます。